その後なんかこう人映んない格好なんだけど、人私映らない、映らないでしょなんですけど、なんだっけ、あ、そうだから定期終わってすぐ配信しよう、配信してから帰ろうっていうことになりました。お店の中で配信するのはなんか久しぶりなんだよね。声聞こえるよね。オッケーオッケー。藤田番長来てくれてありがとう。一旦番長来てくれてありがとう。一郎番長来てくれてありがとう。営業時間ギリギリなんだよね。営業時間ギリギリなので、あの皆さん、なんだっけ、なんだっけ、何落としたんだっけ、あ、そう、なんだ、15分経ったらすぐ終わります。営業時間ギリギリそう、外で配信するわけにも、まあ最悪ラジオで外出るとしても、なんで15分経過したらすぐ終わりたいと思います。あらや番長も来てくれてありがとう。あらやだ、あらや、今日も楽しがちくやってました。笑顔可愛すぎる、ありがとう。ねえ、どうして仕事しなきゃいけないの、どうして仕事仕事忙しくなるの、どうして出会いにいけないの、悲しいの、山田子会いたいの、山田子に。まあ平日でね、忙しくなるのしょうがないよね。うん、お仕事あるんだもん、頑張って、頑張ってね、山田子、応援してるから、定期待ってるから、取れる時おいで、待ってる。あとなんだっけ、なんだっけ、何落としたんだっけ。今ね、頭回ってなくて頭が回ってなくて、ちょっと日本語おかしいんですけど許してください。たくみくん、バンチャポ来てくれてありがとう。おしちゃぽ今日も可愛かったよ。あまちに会えてよかった、マジで、イエーイイエーイ。アマチがね、あのアリスちゃんのことずっと見てるから萌も見ろやっていう顔して見てたアマチのことアマチ面白かった。アマチに合図を送った、合図をね送ったんやけど、んみたいな感じされた。ジュリーさん、バンチャポ来てくれてありがとう。先ほど知りました。そうそうなんです、そうなんです。あ、そうだ、あと言おうと思ったんだ。そう、リプ編祭り今日じゃなくて、あの毎週月曜日じゃんだけど、日にち変え、あの曜日変えようって話をねツイートするの忘れてた。そうだそうだ、それを、そうだ、それをねツイッターツイートしようと思ったんだよ。うん、モンさん、バンチャポ来てくれてありがとう。2部とも楽しかった。やったー、マーフありがとう。マーフじゃんって思ったんだよね。すぐ分かったの、すごくない？なんか2部とも楽しんでもらえてよかったありがとうね、ハマフ。ジュニーさん、ダルマありがとうな。ダルマありがとう。今日楽しいライブでした、よかった。イチロー来てくれてありがとうね。直接さ、このミスフラッシュの話もできたから、すごいよかった。そう、もうね、最近なんかホームページに載ってるから、そ
それと同時に載せたかったけど。あ、こうちゃん番長部来てくれてありがとう。ね、一郎と今日お話できて、レアなパジャマ姿で見せれてよかった。あ、リリネだ。リリネ、バンチャップ来てくれてありがとう。リリネ、ありがとう。ラケさん、ヤッホー、バンチャップ来てくれてありがとう。バンチャップはパパママ呼びなんだ。呼びかな。え、もうお母さん、お父さん。可愛くぶってパパママって言うけど。けど基本はお母さん、お父さんが呼んでる。ブラックロータス番長も来てくれてありがとう。ヤッホー、ブラックロータスありがとう。どうした、何かあったか、ずっと泣きそうな感じ。え、嘘、なんだろう、泣いてない。全然泣きそうじゃないよ。なんだろう、多分目が赤いんかも。カラコンしてるからかな。目赤いからかも。全然そんなことない。うん。今日気づいたんだけど、チャプの誕生日7月だった。そうだよ、7月4日です。皆さんよろしくね。覚えてて、わかった、みんな。前は7月4日です。よろしくね、みんな。モッピー、バンチャップ来てくれてありがとう。ごめん、止まったかも。充電がなくて止まった。モッピーありがとう。バンチャップ、ねずこちゃん、バンチャップ来てくれてありがとう。アリスがいるならハードの女王は2つ卒か。ワンちゃん、ウサギは見えまるかも。え、でもウサギなんかアリスちゃん、アリスじゃない、リナちゃんのイメージあるんだよね。リナちゃんなんかアリ、リナちゃんウサギっぽくない。何を食べてますか。ナゲットです。ナゲットです。これ初めて食べた、このナゲット。うまかった。曜日変えちゃうんだ。そう、そう、毎週月曜日ね、あの無料公演だからさすがにできないなと思って、10時に終わるのよ。そう、10時に終わって10時からは難しいじゃん、リップ編だと。だから曜日変えようと思ってて、それ言うの忘れてたんだよね。ごめん、みんな。今日のランダムシャムが嫌いで笑った。いや、マジで笑った。マジでなんかやっぱり縁があるのよ、アマチ。アマチと縁があるから。とっても可愛いパジャマでした、イエーイ。あれね、あの、あ、やばい、やばい、ちょっと人映っちゃった、人映っちゃったかも。そう、あれね、いちごのね柄なんだけど、あの栃木県を意味してました。実はマシバラ登録フォローしました。え、ありがとう、たけさん早くない。え、もうちゃんとさ、トップがついてる。ちょっと不安なんだけど。ダレン、バンチャーボー来てくれてありがとう。サイドポニー可愛いよね。可愛いでしょ、イエーイ。ミスフラッシュって何。グラビアです。出るっていうか、バトルみたいな、オーディションに参加しますみたいな。うん、たくみくん、バンチャボ来てくれてありがとう。7月生まれたくさん、7月は生誕祭が、そうなの、あのね、7月ね、ライムライトさんとかすごい生誕祭の子が多いの。
あ、ドンチャポだ。ドンチャポ今日来てくれてありがとう。マジで感動した。だってドンチャポとどんだけ思い出があるのよって思って、もう話しきれ、もう話しきれないねって、話足りないねっていう話をずっとしてたんだけど、いやなんかこうやって配信で来てくれて、昔とかでもなんか昔から知ってくれてる人がやっぱこうやって来てくれるっていうのはマジで嬉しいし、なんかなんだろうね、うわーってなる。やっぱなんか最近初めて知った方とか、なんか最近知ってくれた方とかもいると思うけど、なんかそういう出会いも嬉しいし、なんかこうやって萌のことをもともと知ってて、でもなお萌も知ってる人ってなんか、えマジでって、顔は知らないけどさ、こっちはさ、だけどあのなんだろう、顔も知れちゃって名前と顔が一致するっていう瞬間が嬉しいんだよね。ありがとうドンチャポ、またタイミングがねあったら来てね、待ってるそういえばもうすぐ辛いナゲット出てる。え、ね、そうなの、もう食べれない。真夏の体調やスケジュール考えて願いしすぎたらイレが気の悪い子。え、そうなの、まあタイミングあったら来てね。ラジオ配信かと思ったら顔見れてるしよ。そう、ラジオ、まあラジオじゃなくていいかなと思って。北島さんのことが好きだから、キャッ萌も誰かわいい、ありがとう。萌ちゃんは三つ編み姿が一番かわいい、ピンクのリボンと相性バッチリ、ありがとう。またするね、だからリリのできることでみんな応援する、ありがとう。またタイミングあったら来てね。じゃあ僕は最近したばかりだから全然思い出ないから話すことがない。そんなことないでしょ、全然そんなことないでしょ、マジで全然そんなことないから。これから作ってこうぜ萌えとの思い出。でもなんかもちろん遠方の人とかは SNS をさ通じてさ、なんかこれから一緒に、まあ、リップ編祭りとかもしてるから、リップ編祭りとかしてるから、それでいろいろ話してさ、なんか会いたくなっちゃってさ、それでさ萌と会えたらさ嬉しくない？ね？私は昔から知ってるに入るから、そうだね、昔からに入るかも。プレちゃんマジで美少女しかいないから、ずっとニヤニヤじゃなくてニコニコ止まらなかった、かわいいニコニコしてたのかわいい。そうだよ、みんなかわいいでしょ、だからもっともっと上行けるように頑張るね。土曜日の撮影が楽しみだね、楽しみ、やばい楽しみ。4部制です皆さん。そう、6月10日、急にだよ、あと5日後なんだよね。人来るかなってすごい心配、一人でも来てくれたら嬉しい、マジで一人でも来てもらえるように祈ります。ジュリーさんだるま、ありがとな。おはこんばんちゃぽ、逆再生するとポチャ、やめてそう、何これ、どういう名前、あ、ポチャじゃなかった、自分で言って、自分で取れる、来てくださいやれちゃうね昨日は気合を入れすぎて今日声がガラガラだった。え、そうなんだよマジで、そうなのよ。萌もね、なんか萌も結構ガラガラだったんだけど治りました。でまたかちゃんとどんどん休めてね予約なしなの？え、でもあれさ、チケットっていうか情報だけか、載ってんのって今日詳細来たからさ、全然把握してなくてごめんね、みんな。なんか嬉しいな、チャポ知ったのに関ヶ原イベだから、もうすぐ。そうだね、そうだね、確かに今頃だよね、去年の今頃懐かしい
はい、ということで終わりたいと思います。今日は外配信でちょっとお店にいるので、なんかあのなんだっけ営業時間そう11時前なのでもう出なきゃいけないと思う。まあお客さんいるんですけどね。なんでそろそろ終わります。ランキング読みます。第5位アマチュ、ありがとうございます、おめでとうございます。4位ヒッタン、ありがとうございます、おめでとうございます。3位ジュリーさん、ありがとうございます、おめでとうございます。2位ドンチョポ、ありがとうございます、おめでとうございます。そして1位はジャガ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 ジャン、イチローです、ありがとうございます、おめでとう、ありがとうございます。あ、ヒロ君も来てくれてる、ありがとう。リボンのクマさんもありがとう。タタボーさんもありがとう。ヒデキさんもありがとう。こりゃどうも、こちらこそみんなありがとうございました。芸能部に入れてよかった。そうだよ、芸能部に入ってたからここにいるんだよ、マジで。そう、それでプレッチにもなれたわけだから、だからそこからなのよ本当に。プレポップティーンとかいろいろやってるからこその今があるから、みんな本当に、いなんて言うんだろうな、昔から応援してくれてる人も、最近応援してくれるようになった人とかも、本当にその人がいなかったらマジでお前はこんななんか毎日笑顔でいれてないと思うので、みんなありがとうございます。落ちちゃう、みんなありがとう。そう、もうお店出ます来てくれてありがとうございました。ちょっとこれも今日もねゲリラで少ししか話せなかったんだけど、また配信します。あ、明日、そう明日ね9時からマシバラっていうアプリで、あの配信、公式で配信があるので絶対見に来てください、お願いします。見るだけなんだよ、だから来て。9時からね、明日の夜の9時、夜9時からなので見てください。では終わります。5、4、3、2、1、おじちゃぽバイちゃぽバイバイ、ありがとう。リリネありがとう、赤押し嬉しい、ありがとう。チャポがいるから私がいる、あ、そうそう3、2、1、おじちゃぽバイちゃぽバイバイ、ありがとう、おやすみ。今日もライブ来てくれた方は一緒に寝ましょうどういうことって感じだけど、この後ね、あのパジャマのツイートするのでツイッター見てください。じゃあね、はじめましての方もフォローお待ちしてます。来てくれてありがとう、バイバイ。